のサポーターの拍手を受けて選手が入場してきます。今日はブラックの夏限定ユニフォーム。お、さあ前線にボールが入る。左足取れてたので、まあ、ここ戻りながらしっかりオフサイド、まあ、そうですね。木田選手は2番目に多い数字です。キッカー中島、ニアサイドこぼれているシュートだー。ホスト佐藤陽太、さあインターセプト奪った高井、横に送るフリーだ。左足シュート、ディフレクション、ゴールイン。沼田のゴール、22分、山口先制。もう沼田選手しっかりミートでききらずに、まあ、前の平岡選手ですよね、平岡選手が戻ってきた。そうですね、内田選手に当たってですかね、縦画面だと当たったはアウトスイングです。浮かせてファーサイド、ヘディング、ゴール前、ゴールイン、入りました。仙台追いつきました。前半の34分、コーナーからゴールを奪って折り返したのもハチスカ選手ですかね。ここで、まあ、戻りながらなので、ハチスカ選手ではないですね、佐藤陽太選手ですかね。で右サイドです。ハチスカファーで富樫が呼んでいる。そこを狙う富樫、ヘディング決まった。仙台逆転、38分。しっかりハチスカ選手のクロスもね、非常に良かったですし、ま、内田中4人、グラウンダー、スルーをした、スルーをした、石原ファーからシュートだー、ま、ちょっとそうですね、最後ギリギリだったので。コーナーキック、ニアサイドヘディング、こぼれてゴール前、詰める、シュートを打ちました。いやー、よくシュート中に持っていく、グラウンダー高い混戦、シュートだ、ナイスキーパー。もう、まあ、ここでもいいセーブでしたね、強引に。なニアサイドフリック、こぼれてくる、押し込んだ、同点。山口追いつきました。渡辺、終盤試合は振り出し、まあ、ここで触ったことで仙台はねクリアできなかったですし、中島、ジャイボル、キーパーパンチング、ここでホイッスル、2対2引き分け、お互い勝ち点1を分け合う結果となっています。先制した山口、逆転した仙台。